おはようございます。のと穴水の朝です。これから台風9号の雨が降り出す予報の月曜日です。200バックパッカーの裏ですね。なんとこっからこのまんまこの川を下っていくと海に出れるんですね。こっからサップでね、海に出るっていう遊びをしようというのが今回の目的です。サップで漕いでくるとここ海に出れます。ここで子供たちとサップを使った海遊びをねやってみようというのが今回の狙いの一つです。どんな遊び方ができるでしょうか。まあ見てください。それにしても結構な田舎でございます。裏は山ですね。バス停を発見しました。能登川路。時刻表をご覧ください。1日に1、2、3、4、5本かなこれ。まあ、正確に言うと3本しかないです。朝の6時です。朝の6時に流れる放送。そこそこ爆音です。結構な爆音で。目覚ましの放送が流れます。よしみんな海行くぞ。レッツゴー。いやー田舎ですな。海岸沿いです。夏休みの時にここ通ったよ。行くぞ。海だ。あーもうすぐそこ海だよ。ほら、うん、あーなんかもう覚えてる。あー覚えてる。到着しました。ナイスビーチです。サーフボード乗りたい人乗っかって。なかなかいいビーチ見つけました。いつもならベタなぎなんだろうけど、今日は台風のうねりと風が入ってきてるんでね、少し波が立ってますが、子供たち遊ばせるのがちょうどいいぐらい。ランチタイム、ランチタイム。今日も海を眺めながらランチタイムしたいと思います。ランチタイム。カップラーメンです。担々麺大好きボーイ。去年もいらっしゃった。そうです、はい、同じ、ね、夏休みの間に2日間ここに滞在させてもらってます。すごいですね。全部手書きでメモするんですか。レコーダーとか使わないですか。僕めっちゃ喋りますよなんで今回はちゃんと1箇所に拠点を持つ旅をしてみようかってなった時に、全部で3週間の工程組んでるんですけど、どうしても仕事をする時間が必要になってくるので、そうなった時ここは仕事をするワークスペースと、生活する共有スペースを両方持ってるっていうところと、とんでもねえど田舎であるっていうところの2つが合致して、じゃあ今年も田舎バックパッカーハウスにお世話になろうっていうことで、この穴水を拠点に日帰りでできる動き方で、ここを拠点にピュッと行って観光してでできる、その動きを楽しもうかなと思って。あの車中泊スポットとしては結構あるんですけど、長期滞在できるっていう観点では、うん、ほとんど全国的にもないですね、うん、さあ今日のアイドル、あんぬちゃんでーす。穴水ガールロンパース池さんがプレゼントした穴水ガールロンパース。あもうね、あなたたちいいです今日のアイドルが来てくれて、もうあなたたち帰ってもう寝てもらっていいです今日。テレレテ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 レ
うるさいなぁ。かわいこちゃん2人と来てます。もっとかわいこちゃん3人目が来ました。で、イケメンボーイも来ました。幸せ。さよなら、みなちゃん。さよなら。旅立つんだね。巣立つ。いや、それ2枚しか持ってない。あー、それで大失敗したの俺。でも北海道行くことになっちゃったし。そうではなかったの、そもそも。そうではなかったです。行きます、新潟から。え、もういきなり？フェリー。あー、いいね。いかがでしたか、田舎バックパッカー。楽しかったです。久しぶりにいいお酒飲んだ感じ。あら。そして北海道へ。北海道行きます。北海道へ行かれるそうです。気をつけて。楽しんでね。寂しくなったら天然パーマの動画を見るといいと思うよ。エリナちゃん、良い旅を。ありがとうございます。バイバイするよ。またね。またね。日本のどこかで。さあ、今日は8月10日ノートライフ3日目ですかね。さあ、今日は熱帯低気圧が抜けた後のノートサーフィンを狙いに行きます。日本海側すごくレアな日本海でのサーフィンなので、いい波に当たりますように期待していきたいと思います。 Here we go。 とにかくこのノートはこの田舎の景色が最高に抜群にいいね。おいい景色。奥のとシークレットポイントをやってきました。なかなかこのポイントでサーフィンできるチャンスはないので、めちゃめちゃラッキーな日でした。セットで頭半サイズやってきたぜ。はい、というわけで、マイクの調子がおかしくてですね、音声が取れてなかったんですけれども、まあ何を言ってるかっていうと、俺やってやったぜっていうことを今画面の中で言ってると思います。最高の波乗りだったぜ。この後も、いろんなポイントをチェックしながら行ったんですが、見てください、こんなパーフェクトブレイクしてるのに一人も入っていない。これが能登サーフポイントのミラクルです。投稿者はアクションカムを車の後部に取り付け、少し変わったアングルでの映像を撮りたい、ただそれだけのはずだった。事件はこの時に起こった。なんと貼り付けていたマウントが剥がれ落ち、まさかのカメラが転落、そして転がり落ちていくのであった。さらに悲劇は続く。車が通過し、しかしギリギリ踏まれることはなかった。ここで持ち主が回収したのであった。
that father is 10 men permed.